はようございます、みくるです。前日、体がだるいなと思ってほぼ寝て過ごしたら、今日全然寝れなくて、もうしょうがないから朝からシャワーを浴びました。熱は 36.5 度、いつも通りの平熱ですね。パルスオキシメータは 97%。 寝れなくて深夜に野菜ときのこたっぷりのスープを作りました。これが今日の朝食になります。野菜が美味しいです。早く元気になります。はい、これが貴重な食料庫です。こういう感じで今残ってるのがサラダチキンとチーズ。ところがもう中の氷が全部もうとっくに溶けてしまったようで、今日連絡をして外部に頼んで、明日氷を届けてもらってドアの外に置いといてもらおうという連絡をしました。納豆、豆腐、ゼリー、あと下に氷が手に入りました。あとは缶詰食いつなぎます。今置き配で冷蔵庫届きました。部屋に引っ張り入れるのも大変でした。設置完了。こうなってんの。使いづらそうだね。